大東町は福岡県の中央部に位置する町。田川郡に属しており、地区法を構成する自治体の一つでもある。イメージキャラクターは、しじみの王ちゃん、花ちゃん。田川市と隣接する地区法地方の町で、町域の中心部を南北に彦山川が流れており、町域の多くは田川盆地に属する。田川市の経済圏に属しており、 北九州都市圏の5%圏域に属する。かつては、蓄区丹田の三端地として栄えていたが、人口の減少により過疎が深刻化している。調整の場において、重大事件、不祥事がたびたび発生している。週刊、文春によれば、2005年5月の政府財政制度、等審議会財政制度分科会の合同部会における、渡辺つねによる、 福岡県の田川郡は、暴力団の町だとの発言が生まれた背景にあるのは、主にこの町の、こうした状況のことであり、この発言はこの町のことを主に指しているとしている。2017年には、ハリウッドの泥棒映画、オーシャンズシリーズをイメージした観光 PR、パンフレット、やばいぜ、を当庁を作り、第4回ふるさとパンフレット大賞で優秀賞を受けた。 小中学校町内を鉄道路線は通っていない。コミュニティバスが運行されている。町内各集落と町役場、レインボーホールなどの施設、また町の最寄り鉄道駅である田川板駅との間を結ぶ。全区間無料。利用者の限定はなく、誰でも利用できる。かつては西鉄バス地区法が応答町内を通り、 田川市と添田町を結ぶ路線バスを運行していたが、2011年3月31日、限りで廃止されたため、翌4月1日からコミュニティバスの運行を開始している。高速道路町内には通っていない、最寄りインターチェンジは以下の通り、一般国道県道。ありがとうございます。